あれは19の頃、友達同士で免許を取り、毎日のようにみんなでドライブに興じていた頃の話だ。その日は一番最後に免許を取得した Y、男がハンドルを握り、この日参加するはずだった K、男は都合が悪く来れなくなったので、俺と女友達の A と I の4人で深夜のドライブを楽しんでいた。最初はスピードも出さずに普通に運転していた Y だが、車が少なくなり見通しの良い直線道路に出ると、徐々にスピードを上げて飛ばし始めた。法定速度を守れよと俺が注意しても、まあかなり空いてるし別にいいじゃんいいじゃんと言いながら、なおもぐんぐんスピードを上げていく。女の子たちは意気軒昂、対照的に俺は完全に意気消沈。免許取得した初めのうちが一番危険なことも理解してたし、そもそも他人の命を預かりながら危険な運転をする Y の神経が理解できなかったからだ。時速80キロを超え90キロになってくると、さすがにもう付き合っていられない。このまま乗ってても場の空気を盛り下げるだけだし、降ろしてくれと切り出した。なんでだよ、こんなとこで降りても帰れないだろうなどと引き止められたが、押し切って降りた。俺を降ろした車はまたスピードを上げて走り去った。降りる間際に気をつけろよと Y が言ったので、お前がな、慢心は死を招くぞと忠告しといた。我ながらお袋並みのうざさだ。そのまま俺は2時間半かけて徒歩で帰宅した。家に着いた時には時計の針はすでに深夜3時を回っていた。次の日、電話の音で目が覚めた。昨晩の疲れからかだいぶ寝過ごしたようで、すでに昼間だった。電話に出ると、まるまる大丈夫か、生きてるか、今どこにいる、病院かと矢継ぎ早に聞かれた。 K からだ。話をよく理解できないまま、え、今家だけどと答えると、一体昨日は何があったと聞かれた。え、昨日何かあったか。とぼけるなよ、お前らが事故に遭ったって話で持ちきりだぞ。事故？俺が？お前らだよ。俺も今聞いたところでよく把握できていないんだが、 Y も A も I もお前も大学にも来てないし、電話もつながらないからよくわからないし、一巡してやっとお前が出たとこだ。お前はあいつらと一緒じゃなかったのか。いや、昨日は俺はドライブの途中で別れたから。あ、そうか、まあ、とにかくお前は無事なんだな。ああ、大丈夫。うん、ならよかった。とりあえずまた後でかけ直す。そう言って K は電話を切った。正直俺は動転していた。事故、あいつらの乗った車が俺を降ろした後に。とまた電話がかかってきた。もしもし、マル君？ Y のお姉さんからだ。はい、どうかしましたか。俺は Y のお姉さんから昨日の事故の一部始終を聞いた。俺を降ろした後、 Y の車は街路樹にぶつかり大破してしまい、乗っていた3人は全員即死とのことだった。俺はまさに九死に一生を得た形だった。もしあのまま乗っていたらと思うと寒気がした。バタバタと葬式を終え、一段落したその後、事故現場に花を供えに行った。お前本当運が良かったな。お前もな。まあそうだな。嫌な予感がしてたんだよな、落ち着かないっていうか、虫の知らせみたいなもんかもな。その晩は俺のアパートで二人で飲んだ。夜も更け、 K が帰ると俺はそのまま寝てしまった。目が覚めると俺は車に乗っていた。死んだはずの Y、A、I の姿があった。何寝こけてんだよ。後部座席の俺に Y が声をかける。あまり違和感はなかった。
むしろ今までのことの方が夢であるようにさえ感じられた。マル君いびきすごかったよと愛が笑いかけながら腕を組んでくる。俺寝てたのか。携帯を見る。日付はあの日。今までのは夢？夢かうつつかという状態で速度計に目を移す。80 90 95 100。スピードはぐんぐん上がっていた。ちょっと飛ばしすぎじゃないか。法定速度守れよ。その一言で一瞬に車内が静まり返り、嫌な空気が流れた。スピードは依然落ちない。なあ、下ろしてくれ。その瞬間突然右腕に痛みが走った。ダメだよ、ダメダメ。また一人だけ逃げる気？愛だった。ものすごい力と形相でギリギリと腕を掴んで離さない。うわーと思わず叫んで突き飛ばすと、ごろりと足元に愛の首が転がった。もう逃がさない、うわーと時々ゴボゴボと血を吐き出しながら転がった頭が語りかける。気を失いそうになった瞬間、耳をつんざくような悲鳴が前の助手席から響いた。ギヤーと痛い痛い痛い、キガキガーと Y がバックミラーを動かす。そこには顔が半分崩れ、胸あたりに太い木の枝が突き刺さった A が映っていた。血しぶきが飛散する。俺は無我夢中でドアを開けようとした。だが鍵は開いているはずなのに、いくらガチャガチャとやってもビクともしない。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいと俺はガチャガチャとドアにしがみつきながらただただ謝っていた。そうこうしているうちにコンビニが見えた。事故現場付近にあったコンビニだ。やばい、殺される。許してくれ、許してくれ、下ろしてくれ、頼むから下ろしてくれ。次の瞬間ガチャリとドアが開き、空中に投げ出されたと同時に後ろから Y の声がした。しっかり見とけよ。地面に激突する衝撃を覚悟していたが、不思議と何ともなく目を開けると歩道に立っていた。道路の先に目をやると、車がものすごいスピードで蛇行しながら走り、スリップしながら弧を描き、街路樹に向かうのが見えた。その時俺は見た。 Y の運転する車のタイヤに大量の腕が絡みついていたのと、車が街路樹に激突する間際、そのライトに照らし出された少女。少女の左肩からは3本の腕が生え、それぞれ上下に手招きしていた。少女は街路樹の横に立ち、車はそのまま街路樹に激突した。気づくと俺は布団に寝ていた。枕は涙でぐっしょり、敷布団も大量の汗で濡れていた。夢だったんだろうか。ふと右腕に目を移すと、お約束のように手形がくっきりと浮かんでいた。結局彼らは何を伝えたかったんだろうか。俺を道連れにしようとしたのか、事故の真相を語りたかったのか。俺には何もわからないままだ。